ってさ、108個あるんだよね、はい、これお経を108回唱えるためにあるんだ。でら面倒くさいじゃないですか。1回要は拝んだら2個目、3個目、4個目、5個目って数を勘定するために、108個ある。Dancing on the dance floor, girl, it's you that I adore. Step off stage, you scream for more. Africa got rhymes galore. Snap my fingers, make you mine. If not, I'll snap a second time. After that, I guarantee you will be standing next to me. Left or right side, take your pick. But girl, you got to make it quick. Baby, 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 I know I drive you crazy. MCs know me as my chick. Girls, hold on to me tightly. Warm personality, that's why they get close to me. Try their best to drive me wild. Say they want to bear my child. I go away, they say come back. Why? Why? Because I gotta like that. Yeah. Uh-huh. Because I gotta like that. Yeah. Cause uh-huh. I gotta like that. Like how? Like that. No problem. Why? Because I got it like that. A baby bear beat and an African rap. A partner by my side, Sammy B is on the cut. Your DJ chillin' chill, but hey, so what? Nothing's in my pocket, Vine in my hand. I got it like that, but you still don't understand. It comes to me natural, it comes to me easy. I just lay back and let the big beat lead me. I never worked a day in my life. Single jungle brother, no kids, no wife. 100,000 rounds from one man, that's many. But back where I come from, they ain't worth a penny. You got a lot of talent, but you fail to see. You paid for yours, I got mine for free. Play in the rain and don't get wet. Walk through the desert and don't even sweat. はい、ありがとうございます。この絵よくあるじゃないですか、うん、この上の絵、これなんすか。あ、これ天女、うん、あ、これが天女ですか。天からの、この絵よく使われてますよね、うん、まあ、だって極楽浄土には天女が飛んでっていうようなね。なるほど、まあ、だからなんだろう、キリスト教で言うなら天使だね。ああ、そういうことですね、うん、でもここまで宗教的なルーツが被るっていうのはどっちかがパクってますよね。もう基本的に流れなんて、だってイスラムもユダヤも神がキリストもみんな一緒、お祈りするものはほぼ一緒だからね。なるほど、そういうことで考えると違いってそんなになくない。形が違う、その人のさ、見えとるその白人なのか東洋人なのか、うん、中東の人なのかとか、そういう多分それぐらいの違いでしかないと思います。いや、わかりました。ここまで来ると宗教、うん、そのさんって、なんかちょっとあれっすよね、もうちょい暴力的でしたよね、言葉。ああ、そうだね、うん、いや、やっぱ年食ったからじゃないかな。かなりなんか俺映像見とってまだ47っすよね、うん、いやでも丸く並んでくださいよ。口調っていうかさ、もう怒ることがもう面倒くさくなるっちゅうかなんちゅうの。ムカつかんすか。全然ムカつかんね。 あれじゃないですか。それはもう多分なんだろう、戦ったらな感覚ないですか。全盛期が早いか遅いかの違いじゃないの。いや、早くても遅くても俺はもうだから、にいや、なんでそれを伝えてった方がよくないですか、次の人に。僕、うん、勝手に丸くなるんじゃなくて。なるほどね。いろんなやつに伝わったやろ。わかんないです。うん、別に俺あともう一つ言えば、まだ40代で丸くなる必要はないんじゃないかなと思っちゃってる感じで。ああ、なるほどね。うん、俺は、うん、ま、別に、なんだろうな。本当に説明したらいいんだろうな。なんか、早くないですか ?60、70とかで、うん、もう体が動かんから丸くなるしかないっていう年じゃないっすよ。あ、まあ確かにそれはそうだね。別に動かんわけじゃないもんね。そう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 、元気いっぱいやからね、まだ。早くないっすか。うん、なるな。別に意図してっていうわけでもないんだけど、な
ちゃったんだよね。丸くなって金って稼げます？金稼ぐっていうか、多分そういう欲が多分薄れてきたんだと思う。いや、わかるっすよ、うん、だから気持ち悪いですもん早くないかなとか思ってるだけで。ああ、そうか。いや、一般的に60、70とかで、まあ頑張って頑固な人たちとか戦ってる人もいるっすけど、まあ、政治家のジジイとかマジ邪魔くさいんですけど、まあまあまあ、だから60、70はもう引退してくれんと困るじゃないですか、僕からしたら。確かに、確かにね。僕はまあわかると思うんですけど、まだ丸くなるのはやめとこうとか思ってる派なんで、かわいそうだなとか思ってるところがあるんで、だから丸くなったらかんなっていう責任感ですよね、ある意味。いや、できるんですよ、気にせずほかっといて、まあ、しゃあねえんじゃねえとか言いながら、ただ42では早えなって思って思いとどまってる状態です。なるほどな。あの、無理やりですよ。ああ、無理やりね。本当は独身なんで離婚して、もう離婚してて、ね、ほとんどやる気なくなったっすけど、意外と。だよね。けどあかんと思って。離婚したからこそ伝えれることもあるとか。俺結構使命感強いじゃないですか。夢見がちなところもあるんで。いいと思うよ、そろそろ。いや、そうなんですか。そもそも丸なったなとか思って。なったと思う、俺は。なんすか、なんでそんな風になっちゃったんですか。もともと丸かったのは分かるんですけど、もともとすげえ優しいのは知ってるんですけど、うん、もうちょい毒あったじゃないですか。あったね。ガツガツやってる47のやつに負けちゃうじゃないですか。いや、負けた気になんねえからな。そのいや、まだ変えなあかんやないですか。俺らこの世の中まだ完成してないんで。完成してねえか。いや、完成してなくないですか。だってこんなクソバカみたいな。まあ確かにな。どう思う。だから俺前言ってるじゃないですか、そのさんたちが戦ってかないと結構きついんじゃないですかって、世の中変わるのって。多分俺ら今多分40代のやつだって50代60代におとなしく言うこと、先生やわけわからん資格のやつらをもてはやしたり、なるほどな。そう、なんか妙に丸くなったように見えるんで、もうちょいなんか遊び人っぷり出していいんじゃないですか。いや、発言とかも、いや、抑えてるっていうか、なくなっちゃってるんじゃなくて、うん、あえて出して、からかって、あ、かっこ悪いことだって伝えてった方が良くないですか。ああ、なるほどね。うん、要は、角が立ちますけど、うん、その、できてない奴らに対して。なんやろな、別になんか意図して自分の中で何かがあったとかそういうわけはではないんだよね。意図して、ないんだよ。別に何か、ああ俺丸くならないかんなと思ったわけでもないし、だから別に、だからどうのこうのっていう、その講釈されてどうのこうの。ただなんか丸くなって、なんか全て受け流しになっちゃってるような、グラーンってながらもっと自分の意見出していいんじゃないですか。そうね。まあ、なんだろうな。あ、むっちゃ丸くなったように見えますよ。そうだね。めちゃめちゃその、なんだろう、自己主張的なものは多分ないと思う。なくなりましたよね。なくなった。だって、まあ言ったらなんですけど、かばう価値ないやつ多いっすよ。まあ確かにな。でも全部ひっくるめてかばってる空気あるじゃないですか今。うん、めっちゃ丸なって、なんか発言が全部間取ってるように聞こえるんで、もなんか間取ると一番つまらんじゃないですか。あ、意外とツオさんがガンガン悪口言う。傷口に塩塗った方がいいから、会話としては面白いのかなみたいな。会話としてはですよ。だからまあまあね、はい、人がどう考えるかはまああれだとしてもな。そう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 、間通ると一番つまらんのじゃないかなみたいな。なるほど、ね、だそれが丸くなったっていう
表現ですかね、僕。まあ、うん、でも、そうやって、客観的にやっぱ見られて。だよな。はい。だって朝から夕方までの映像全てやるな。はい、この時代の、例えばですね、この時代のバカさだけは突っ込んでった方が良くないですか？いや、もう、バカさだけで言ったら、もう、とんでもねえ世の中だよ。正直、誰、どこ、うちに来る客見とっても、あ、クズ多いな。なんでだろうってさ、思うわけよ。結局、で、さ、その、うちは特にファミリー層が来るからさ、子供を連れて来るわけじゃん。行儀悪いっすよね。そうなんだわ。なんだろう、その、あるじゃん、その、店に行ったら最低限レベルの守らないかんとか、そういうのを、ああ、かわいいね、とかいうレベルで、たわけにしとるわけだよ。ああ、わかります。かわいい、かわいいね。それはお前らはかわいい。うん。俺はお前ら他人だから、別にかわいいかかわいくないかは知らんっつって。そうですね、男がカッコつけてこっちにアピールしてくれると思うんですね。そう。いやいや、俺興味ねえから、そうそうそう、お前がかっこ知らねえし。もうそればっかり見ちゃったもんで、もうなんか嫌になっちゃっとるっていう部分もあるのよ。だけど、戦わないと、変わんないっすよ。まあ、変わんないのかもしんないけど。いや、変える気ないのはわかるんですけど、でも、気づいてる人間は変える側に行かないと。あ、まあ確かにな。出家かい。いや、でも、脳内が出家になっちゃってるじゃないですか。確かに、うん、確かに。いや、いらなくないっすか。うん、確かに、見仏の世界にちょっと、その、引っかかっとることは、引っかかっとる。その、早いっすよ、47で。わかった、じゃあ。あの、あんまり間取るとつまらん人間に移りますよ、多分。そうか、そうか。いや、俺は全然多分、それって言われん限り。ですよね。聞いてない。いや、だから丸すぎて、うん、だからちょっと嫌じゃないですか。うん、いや、47で丸くなる。いや、性格悪いやつが顔を通しとるのに、なんでこっちが引く必要あるんですかっていう。あ、なるほどね。はい。確かにそれを言うとで、うん、っていう素直な意見っす、うん、なるほど。